こんにちは、ドクターネックスです。今回はガチャ行ってみたいと思いますが、あんまり別に積極的に欲しいと思える感じじゃないんで、まあ10連かな。お試しプレイすらまだしてないやん。まあ一番は7兆案かな。あとは、凶楽かな。はい。あんまり欲を出さずに、サクッといきたいと思います。さあ、10連いきまーす!ドーン!来たんじゃね?こねー、一瞬金色じゃなく見えた。わびすけ、はい、わびしください。もうさあ、幻突するやつがいないからさ、これ全部無駄なんだけど、どうしたらいいのこういう時。もう何もいらない。いや、そんなにでもないのにもう一回引くのかどうか。サビ丸、もう石もらえる機会が少なくなってるからな、迷うな。言うて3パーだからな。いや、ただに今まで使えてなかった七尾ちゃんが使えるっていうだけで、じゃあ引くかぐらいな気持ちなんだけれども、迷うなぁ。あった、ナナちゃんのお試しをやってみよう。なおちゃんですら攻撃吹っ切れてるもんね、これね。早く行きます。攻撃、あ、遠距離なのか。なんかもっさりしてんなと思ったら、すげえ範囲広いな。これ回復だった。私の優雅な舞をお見せしましょう。知ってください。やばい、これもっと早く出すべきだった。まあ、使えるかどうかで言ったら絶対使わないんだけどさ、絶対使わないんだけど、
絶対次来た時とかになんか石足んねーとか言うからな俺な。今むっちゃ本気で迷ってる、どうしようかな。水着も別に俺興味なかったから引かなかったしな昔な。ああどうしようかな。強楽も試してみよう。すごいピストン速いっすよ強楽さん。楽しくなってきたじゃないの。七尾ちゃんもういいよ。七尾ちゃん、楽しくなってきたじゃないの。七尾ちゃんもういいよ。七尾ちゃん、まああれだ、アニオリの時も10回だったから、まあ10回でやめよう。だって使わないんだもん。はい、ここでねアイゼンとかいたらまあもうそれはガンガン突っ込みましたけど、いるのウルキオラだし、ウルキオラじゃないクリームジョーだし、はい、今日はやめようと思います。いやすいません、迷うだけ迷ってちょっと動画が長くなっちゃいました、すいませんでした。はい、おしまいです。ご視聴ありがとうございました。